豪華3頭出しで3勝目なるか。今年の有馬記念、3年上、GI、芝 2500m、にはディープインパクト3区が3頭出走する。おととしの日本ダービー馬のシャフリー,アールオス5、立党、藤原秀明9社、今年の天皇賞、春、を制したジャスティン・パレス、オス4、立党、杉山春樹9社、京都大商店覇者のプラダリア、オス4、 立党、池添学9社、の3党で、いずれもチャンス十分と言えよう。写真、有馬記念の名場面を振り返るこれまでディープインパクト3区は有馬記念に延べ30頭が参戦。14年のジェンティル・ドンナ、16年の里のダイヤモンドの2頭が勝利を挙げている。ただ、近年の中山芝2500メートルでディープインパクト3区は苦戦傾向。 20年以降は延べ66頭が走り、3、4の、10の、49の勝率5%、副勝率26%だから、馬券的には3連単の三着固定がおすすめかもしれない。現3歳が最終世代で、徐々に数が減ってきたディープインパクト3区。ここで待望の3勝目を手にできるか。